どうもおまっとさんでした。八郎です。今日は ZOZO マリンにやってきております。雨が、パラパラと降っておりますが、これぐらいの雨では、やると思います。はい、今日はトモさんも一緒です。この前、11対1というね、大敗を喫しました。ライオンズここに来て、現地観戦で見てました。昨日は1対0と、さよなら負け。そして今日はライオンズの先発平良海馬、マリンズの先発佐々木朗希、もう今日はヒット、1本打てばもう勝ちということにしてはくれないでしょうかね。令和のパーフェクト男を相手にですね、もうヒット1本打ったら上出来じゃないかという気持ちではありますが、そういうわけにもいかないので、やっぱ勝ちたいので、ね、現地に来たからには、はい、勝ち試合をトモ、さんと、見届けたいと思います。勝ってほしいわマジで。もう前回のはマジないわ本当に軽くトラウマだよ、ね、何やってくれてんねんね両方ともあ、両方ともね、ライオンズもマリンズもね。そうだよ、はい、あれはダメよ。ダメですね本当に。まあ、今日は打線の奮起とそして平の好投を願います。はい、今日こそは両方と叫びます。はい、今日まあ始まってもないけど、こんなこと言っちゃなんだけど、はい、もし万が一負けたらもう明日仕事の直前まで飲みだから、ね、いやそれは避けたい。それはぜひとも避けたいので勝っていただきたいと思います。現場からは以上です。さよならよ、ゴー。